皆様こんにちは今回は 国勢調査データの使い方ということとで、国勢調査データいうものを出展するときの出展計画にどう生かすか出展計画をどう作っていくのか出展を進めていく上で出展すべき試役というものを選んでいきます具体的にどういうふうに出展をしていくかっていうことを決めていくのが出展計画というものなんですけども出展計画の最初の段階何を決めるべきかっていうとこれ自分の会社が出展を優先すべきあるいは出展を強化すべき試役を選んでいく。 これが最初になります。 でまあ、これをこう感覚的にやるのではなくて、決まったやり方で、なるべく早く結論を出さなきゃいけないということで、人口統計に関するデータというものをやはり使わざるを得ないです。で、まあ、この人口統計データというのがどこにあるんですか、あるいはそのデータを集めたら、どう見たらいいんですか、どう処理をしたらいいんですかで、それを出展計画にどうつなげるんですか、なんていうのがなかなか説明されているものがないということで、ここでちょっと具体的にお話をしてみたいと思うわけです。そうすると、人口データってどこにあるのかっていうとですね、これは覚えておいていただければと思うんですが、こう。 e-STAT いうものがあります,、e、です国がこうデータをきちんと加工して簡単にダウンロードできるようにしてくれているページです。で、まあ、ここの中になんらかのデータがあるんで、えー、今回はこういう画面をご紹介したんですが、こういうその都道府県自治体別の指標、えー、まあ人口自治体別とかこう検索するとこういうページが出てくるんですけども、こういったものを使います。そうすると、このページにですね、Excel というところがあって、これをダブルクリックすると、Excel のデータが ダウンロードできてしまうんです。非常にあの便利なものです。これ使わない手はないです。ですからこう、Estat というものをぜひご記憶ください。じゃあダウンロードすると、どんなデータが出てくるんですかって言いますと、これ今の画面をそのままダウンロードしたものをです、ね、表示しますと、こういう画面になります。Excel のデータがこのままボンと出てくるんです。全国ってあって、これちょっと見にくくて申し訳ないんですけど、北は北海道から南は沖縄までデータが並んでいます。データ自体は簡単に手に入れることが今できます。じゃあこれを データを何か処理したり、加工したりして、出展計画に使える情報を作りたいと、このデータを使って出展計画に使える情報を作っていきたいというときに、じゃあどうするんですかということなんですが、じゃあこの画面だけ見てみますとね、まあ、使いそうなものってなんだろうっていうと、これやっぱり人口の総数っていうものはこれ使うと思います、人口総数です、それからなんでしょうね、注目するものって、はい、こういうこの5年間の人口の増減率というものがあります、どのくらい人口が増えたかっていう。 増えた自治体もあれば、減った自治体もあります。こう日本全体ではマイナス0.7%って書いてありますよね。こういう人口の増減があります。それからですね、まあ、出店っていうのを考えていくと、人口密度というものがありますね。1平方キロメートルあたり何人の人が住んでるかって。これが高いところって人口が密集してるところです。これが低いところって人口が分散してるところです。まあ、じゃあこの3つをちょっと考えてみましょう。 ととといいいうこでで次に進んでみたいと思います。じゃあ総人口、人口密度、人口増加率というものがデータがあるということが分かったのですが、これ、ちょっと考える必要があるんですね。総人口、これ使えそうだな、どうしてかっていうと、人口が多いところってやっぱり売れそうですよね、店舗をいっぱい出せそうですよね、なんでかっていうと、こういう潜在需要が多い市場だからです。だからやっぱ人口の多さってやっぱり見ます。それから人口密度。 どうして見るのかっていうと人口密度が高いところって狭い範囲に人が集まってるっていうことなんで効率よく出店ができるんじゃないだろうか、まあ、こんなふうに考えていくわけです人口の増加率は、まあ、この増加率が高いところって、まあ、成長しているマーケットだななんて考えることができますこういう感じでこうデータからこうどんなことが言えそうかっていうことを考えていくわけなんですじゃあ3つとも高い自治体ってやっぱり出店優先順位高くなりませんか って思いますよね。じゃあそこの自治体をあぶり出してみたいねというふうに進んでいくんです。そうするとですね、今3つの数字に注目しようというふうにお話をしたんですが、まずはですね、2つでいいと思います。2つをね、組み合わせるということを考えます。2つを組み合わせます。で、2つを組み合わせるときに、こういうですね、まあ、田んぼの田っていう字をこう考えます。まあ、マトリックスって言ったりするんですけどね、要するに縦と横に線引いて4つの四角を置く、こういう。 箱を用意するんです、すで、総人口と人口密度を、ね、こう配置してみるんです。で、まあ、この場合、横軸人口、右に行けば人口が多い、左に行けば人口少ないで、縦軸が人口密度、上に行くと人口密度が高い、下に行くと人口密度が低い。で、こんなふうに4つの箱をこう作ってみるんです。そうすると、4つの箱がそれぞれ特徴ありますよね、特徴が。例えば、右の上、右の上というのは、どんな特徴があるかというと、人口が多くて人口密度が高いという箱です。 これというのは、まあそらくその地域の中心都市でしょうね、中心都市なので、情報発信型の店舗を置きたい、あと出店優先順位は相当高いと思います。20丸がつきます逆に、左の下ですね、左の下というのは人口が少なくて人口密度も低い、人口が少なくて人口がばらけてるっていうんで、 ははははりこれは出店は非常ににしづらいなっていなう,ふうに考えまます。す。優先順位は相当下がりますですからまあこういう自治体になってくると大型の商業施設がある場合そこをもう厳選して出店していくなんていうふうに考えることができますじゃあ残った左の上と右の下これをどう考えるかなんです右の下からいきましょう人口は多いんだけど人口密度が低い 人口は多いんだけど人口がかなり広い地域に分散しているというところですこれもちょっと出店しやすいかしにくいかというとしにくい方に入りますですから、まあ、大型の商業施設ですとか駅 ロードサイドなどまあ、出店すべきポイントというものをですねまあ、きちんと厳選するということが一つ必要ですし店舗の数も比較的多くなりますね少々券対応型の店舗があるフォーマットがあるっていうところになると店舗数が増やせそうですそうでないところというのはちょっとね戦いづらい出店しづらいマーケットになります じゃあ残った左の上はどうでしょう、これ人口はあながちあの人口が少ないからって出店しないというわけではなくて、ですねこれ人口が密集しているマーケットなんで、良い立地を厳選するとかね、ねあと比較的、こう中心都市の周辺にあることが多いんで、まあ、日常的な業態です。 中心都市までわざわざ行かなくてもなんか使えるような場所に店舗ないかなっていうふうに思われるような日常的な業態なんかは実は出店の可能性があります。という具合に総人口と人口密度を掛け合わせることによってこう4つのグループを作ることができますね。こんなことを意識しながら総人口と人口密度の関係を見ていくわけです。では今の4つの箱を意識して北海道、札幌市をまず見てみたいと思います。エクセルのデータで一番上に北海道がありましたので北海道を取り上げています。で札幌市 ですが横層人口縦を人口密度という風にしてプロットしてみますと散布図を作ってみますとこのようになりますで4つの箱を意識してみると、はい、右の上人口が多くて人口密度が高いところというのがこういう区です、はい、札幌の中央区がやはり含まれてますね、はい、他にもこう東区ですとか北区なども、まあ、このグループに入ります、えー、左の下人口が少なくて人口密度が少ないところですここがこういう手稲 清田南こういう区になってまいりますそうすると残った2つなんですねこれが左の上札幌市厚別区というのがあります人口は相対的に少ないんですけども密度が高いんですね密集してるんですねなので人口が少ないからってこう無限に出店しないというわけではなくて良い立地をこう狙い撃ち的に出店していくということがま考えられるこういう自治体です 右の下はどうでしょうか右の下は札幌市の西区です。これ人口は相対的に多いんですが、人口がこう集中してなくて分散しているんですよね。となってくるとここというのは複数の店舗でカバーしていかないとなかなか需要が取りきれないのではないかなんていうことが想像できるわけなんです。こう市や区、札幌市の中の区ですけども、出店の仕方がこが考え方が異なるということが分かっていただけるのではないかと思います。で、ここに、 残ったもう一つ、人口の成長率っていうものを入れてみると、この星がついてるところというのがね、成長率プラスになっている区なんですけどもね、こんなところが成長率も高いところとなります。ですから、右の上ですね、右の上に来るところというのは、人口も多くて密度も高くて成長性もあるっていうところで、やっぱり魅力的な市場なんですね。で、それ以外にもそれぞれの特徴の中で星がつくところがありますので、よろしかったらご参考にしてください。 はい、次札幌市以外を見てみたいと思います。横軸がが人人口、縦が人口縦密度です。そうするとですね右の上人口が多くて人口密度も高い自治体というのは、まあ、ありません残念ながらじゃあ残る右の下左の上というものを見てみたいと思うのですがこれどうでしょうね左の上を優先的に出店しようという会社というのはドミナント志向っていいましてね先ほどの,あの優先順位の高かった札幌市 の中心部その周辺にある自治体ですね札幌市にこう近接しているような自治体なんですけども、こういったところがですね人口自体は少ないんだけども、人口密度が高いところが集まっています。ちょっと室蘭はね、ちょっと離れてますけども、こういうそのドミナント志向で札幌市周辺部にこう集まる都市に出店を集中させようという会社は、まあ、左の上を狙っていくことが考えられます。逆に、右の下になってくると、北海道全域に店舗網を拡大していこう。 北海道全域の主要都市に店舗網を拡大していこうという考え方の会社ですね、道内制覇志向なんていうふうに名前つけましたけども、こういった会社はまあ右の下を選んでいくべきなんでしょう。ということで、これ、その会社のですね北海道全体をどうカバーしていくかっていう考え方にも影響されるということなんです。こここうううやっってて自治体ごととととにねこう攻め方方いいますか出店の仕方がこう変わってくるということが お分か,かりいただけるのではないかと思います。で、ここにその人口の成長率が高いところっていうのを入れてみますとね。 ここういうういい江別市というところに星がつきます。それから左の下なんですけどもね人口が増加している土地ってなかなか少ないんですけどね千歳市とかですね、この恵庭市っていうところこの辺りもあの実は人口が集中していますということでまとめですが国勢調査データから出店計画を立てましょう北海道編なのですが、まあ、まず優先すべきは札幌市ですねで札幌市の中でもこういう中央区以外に人口が多くて人口が密集している効率よく出店できる自治体があるということが分かりましたで札幌 ポ幌市以外にはどう展開しますかっていうふうに考えますと、これは会社の方針によって2つに分かれるということが分かりましたね。はい、1はドミナント志向です。それから2つ目が北海道制覇型、分散志向。こんなふうにね、考え方、どういうふうに北海道をカバーしますかそれによって変わってきます。で1番を選択する場合は、まあ、こういう自治体がよくて、2番を選択する場合というのは、こういう自治体がまあ出店優先順位高くなるでしょうということをお話してきました。ここれにこう、 成長率の高いところっていうのをこう入れていくと、まあ、こういう星のついたところなんていうのは、出店優先順位が高くなってもいいのではないか、なんていう,こう情報を作ることができます。ということで、国勢調査データを出店計画に落とし込むやり方ということをお話ししてみました。今回、北海道やってみましたので、また別の自治体でも、別の地域でもやってみたいと思います。参考になればと思います。どうもありがとうございました。